さあ5区もなりました。第11レース発走です。インコースから1番の山口隆弘、まずは前取りへと出ていきます。4番の日野博之が2番手、前2人から距離ありまして2番の坂本周一、そして6番の小川啓司、5番手3番の竹内優作、5番の高隆寺、6番手最後尾7番車山口大輝の序盤戦です。1番の山口隆弘は選手紹介岐阜勢の後ろ、コメント通り追走しておりました。その岐阜勢が上昇してきました。1周回目2センターから4コーナー、3番の竹内優作が正攻法のポジションに変わります。追走マークは7番の山口大輝、この2人は去年の11月の別府戦以来の連携ということになります。2周回が入りました。2人を迎え入れての1番の順次元佐賀山内隆弘は3番手371で1つのまとまり混成ラインです。中段1の4、5番手に4番の日野、6番の小川、四国勢の連携がいます。竹内がかかりきる前にさあ出腹をくじく自力考えているのかどうか。2番の坂本周一6番手、高木英治が最後尾7番手です。2番の坂本はコメントの段階から短期戦の1勝10を出していまして、5番の高木は坂本と分かれて四国3番手ともこの競争を決めませんでした。3対2対1対1一本棒、競争は3周回目青番周回入っての1コーナーカーブです。3番の竹内が正攻法、後ろ2人、さあ自分の形へ持ち込みますでしょうか。強力岐阜コンビの3番手に1番の山口隆弘が回っていきます。4番の日野の後ろは6番の小川啓司、さあ竹内攻略は仕掛けるタイミングがやはり重要といったところか。2番の坂本後方の展開は避けたい短期戦、さあ2センターから4コーナー四国勢が動きを見せました。4番の日野がゆっくりと車を前と進めていった。3番の竹内どうするか、突っ張ってしまうか。さあ突っ張って誘導は回避、四国勢は後方6、7番手車を下ろしました。中段なんですが2番の坂本が短期4番手、5番の氷同じく短期の5番手、四国2社は6、7番手で金が入りまして3コーナーから2センター、前受けから突っ張って3番の竹内優作、自分の形でしっかり持ち込んで主導権をキープ。さあ一列棒上、競争は最終周回に入ります。番手は7番の山口大輝、3番手1番の山口隆弘、仕掛けるは後方から4番の日野、1センターから2コーナー回っていますが、4番の日野は1車車が出たのみで中段1でありますが、短期のメンバー2番の坂本4番手、5番の氷5番手変わらず、6番の小川は6番手スイッチも、前3人は盤石の体勢が4コーナーから直線です。3番の竹内優作の先行、追走マーク7番の山口大輝が2着、3番竹内、3着に佐賀1番山口隆弘か。第11レース S 級予選競争の4組目最終組です。リプレイ映像はクライマックス最後のゴール前です。3番竹内優作その先行、追走マークから7番の山口大輝、まさしく番手絶好です。7番3番そして1番車の山口隆弘3着、並んだ3人での上位独占体制です。決定までしばらくお待ちください。第11レースでした。